駅を渡っていきました。12時15分発、北朝鮮台北特急列車まもなく1時間になります。私のキックランナーをチェックするようにお願いします。正常性はいかがでしたでしょうか。この電車の先生を観察させていただきます。
ただいまご乗車の乗車は209系横浜線です。マンゴー線の川越から川越を通りして、八甲線の八王子までお伝えしております。川越線からには横浜線の車両が11本。川越から大宮や新宿を経由して、臨海線と新宿線で停止している埼京線205系と2臨海線16編成車両が合わせて32本。自動車内の特徴の新車両、ビルトで一本、車両が2本。また、重要車両、飛行機、撮影車両、合計371の車両を配置しており、特に安全対策の重要性を示す車両は、車両の整備を整備していくことになります。バスで運転してみると、私の結果のまま、車両の中で、それからに、はい。ただいま折り返し点に到着しております。これより折り返し運転の準備をしますので発車少々お待ちください。折り返し運転の準備を行います。お待たせいたしました。この電車を再び全長線を通過します。まもなく発車しますので、お越しのお客様のお車の手首を順番にお止まりください。電車は再び洗浄線を通過いたします。繰り返しのご案内ですが、洗浄機通過の際は大量の水が噴出しますので、絶対に窓を開けないようにお願いいたします。また、ドア付近のお客様はドアの隙間から水が入る恐れがありますので、十分お気をつけください。
ご乗車ありがとうございました。列車まもなく終点に到着いたします。キラクタワーはご乗車いただいたドアと同じ先頭1号車になります。4号車、3号車、2号車にご乗車のお客様は、大変恐れ入りますが、1号車までお越しください。降りの際はお知らせなく、ゆっくりとお降りくださいますようお願いいたします。本日ご来場を決めていたしまして、お子様限定ではございますが、規定のバッジを配布しております。なお、数に限りはございますので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。本日はカーゴショッピングセンター祭りにご来場、並びに、線状線体験特別列車にご乗車いただきまして、本当にありがとうございました。ご利用さんはお忘れ物をなせませんよう、鼻の上、お足元、座席の周りをもう一度お確かめください。ご案内は JR 東日本、大西町区の市民でした。ありがとうございました。本日、終点に到着しました。